さあ、ならと、まずはこういった一般的な形の場合、このように首を絞められてしまっているとき、さあどうしたらいいか。まず相手の片腕を捕まえて、自分の体をこちら側に、相手と垂直になるように体を切ります。そしてこちらの足を相手の頭にかけることによって、こちらの腕を捕まえることができます。こうすることで相手の肘を逆関節で決めることができます。次はもう最悪なパターン、マウントから首を絞められてしまったとき、こういったときは相手の腕の内側から思いっきり腕を振り下ろします。そしてそのまま相手の腕を捕まえて、こちらの足をかけたブリッジをして腕を取ります。胸ぐらを掴んだやつの末路、胸ぐらを掴まれたら対角線の腕を外側にセット、そこから内側に向かって腕を回していく。すると相手の腕はかなり痛い方向を向く。足をかければ簡単に倒れるだろう。みんなは喧嘩売らないように。知ってるだけで強くなる。まずは対角線の腕を内側から外側へ差し込む。そのまますくい上げるようにして相手の腕を押し込んでいく。180度回転しながら引っ張る形に持ち替え、相手をコントロールしながらバックに回って首を絞める。これさえ知ってればマウントなんて怖くない。俺が実際にプロの試合でも使った最強の逃げ方を解説する。まあこれさえ覚えときゃ余裕だよ。やり方は超簡単。相手の腕を抱えて足も外側から引っ掛けておく。逆の足で思いっきり地面を蹴って横にブリッジする。見ろよ、手も足も出ない状態になってるだろう。するとこうなれる。これはかなり使えるんじゃないの。知りたい技はコメント欄。いざという時役に立つヘッドロックの対処法。このまま何もできずにいると相手に一方的に殴られ続けてしまう可能性があります。これでは良くないですね。ではどうすればいいのか。まずは殴ってきた相手の上腕二頭筋を捕まえます。そしてこのようにですね、逆の手を使って相手の腕を固定します。そしたら頭を抱えられている腕を捕まえて、なるべく緩めたら一度胸を張り、その反動ですり抜けます。これで逃げられました。このまま肩を壊すこともできますし、何もせずに相手を突き放し逃げることができます。まあこれがいいんじゃないでしょうか。ではおさらいです。殴ってくる腕を押さえて逆の手で固定する。少し胸を張ったらその反動ですり抜ける。もしもヘッドロックで投げられてしまったら、あなたならどうしますか。そのままでは一方的に殴られ続けてしまう、もしくは腕を足に絡められて螺旋骨折という悲惨な怪我を負わされてしまうかもしれません。ではどうすればいいのか。まずは殴ってくる腕を捕まえて逆の手で固定します。そこから体を左右に振るなどして相手を逆方向に倒します。これで上下が入れ替わる形となり、不利な状況を逆転することができました。あとは相手の顔の前で腕を組み、胸を張ることでヘッドロックを外すことができます。これで制圧完了です。もしくは相手の足を捕まえて、ここから抜けられないようにしっかりと固定します。この状態から抱えられている腕を外すことができればバックポジションを取って逆転することができます。最強のポジションを取ることができました。ここからバックチョークなどで締め落とすことができます。立ったまま締め落とす方法、知っているだけで強くなる。まず一番おすすめなのがハンドガンチョーク。相手の首を抱えたら自分の腕を捕まえて、そのまま引っ張り得る。簡単ですね。さらに強力にするには、この形を作ったら自分の脇に相手の頭を抱えて引っ張り得る。次に簡単なのが皆さんおなじみフロントチョーク、ギロチンとも呼ばれる技ですね。相手の頭側の腕で首を巻いて締め上げる。さらに強力にするにはハイエルボーのギロチンも有効かもしれません。最後は少し複雑だけど強力な技、ニーダチョーク。相手の頭側とは反対の腕で相手の首を捕まえて上から倒します。そして腕を組んだら頭で押さえて締め上げる。もしあなたがすごく技術がある方であれば、腕を引っ張ってバックチョーク、これが最高です。知ってるだけで強くなれる技。相手の手首をつかむ、外側から腕を通して自分の手首をつかむ、ひねり上げると痛くてバランスが崩れる、それを利用して投げる、膝から抑え込みに行く、あとはマウントを取ったらもう最強。狙ってバックを取ります。デブに勝つにはこれしかないね。この間120キロの人とスパーリングしたんですよ。で僕は体重60キロ、つまり体重が2倍ですね。まあ何もできない、まあ、下から始めたんですけど、まあスイープはできない、ビクともしない、動かない、切れない、三角なんてまあまず組めないです。組めない組めない、でかすぎて。でも唯一できたことがあったんですよ。それは何かっていうと、実論アームドラッグからバックチョーク、バックチョーク一択です。じゃあどうやるか。まずは同じ側にある手で手首を持ちます。
そして開脚線に当たる手で相手の肘の裏を使います。そして相手のことを引っ張って自分が起き上がります。こうですね。そしたらバックポジションを取れます。返せない、決めれない、一瞬の隙を狙って引っ張ってバックを取ります。そしてそのままもあとはバックチョーク。まあこれだけ覚えときゃ自信あるでしょう。でかいやつの倒し方、タックルは潰される、引き込んでも潰される。そこで使うのがバックテイク。まず手首と肘をつかむ、引っ張りながら足をかける。相手は前に、自分は後ろ。バランスが崩れたところで背後に回って締め落とす。難しすぎるって。そういう人は相手の脇の下をくぐるだけでいい。そのあとならさあ、まずこの状況、当たり前ですけど首を締められたくないんですよ。なんでまず自分の首と相手の腕、ここの間に隙間を作ることを最優先する。両手で持ってこう引っ張る、自分の首と相手の腕の間に隙間を作る。そして結構隙間があるんだったらまず腕を入れちゃう。ここに腕でしたらもう締められない。したら腕で、でもアームロックでバキ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 。だけど腕はさすがに入らないってやったら、まず顎を入れる。で顎を入れちゃえば、この相手の腕と自分の首の間に顎を合わせるから首は締められる。たまにとんでもない力のやつは顎ごと折ってくるけど、まあ、それは今考えてるんですね。したらこの前腕の部分、ここら辺ね、ここら辺を狙って顎でグリ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 攻撃する。顎をぶつけて、お前ふざけてるようだけどマジでめちゃくちゃ痛い、結構疲れる。やったら痛いって話してくる。したら逃げる。最後でこれね、引っ張っても全然隙間が開かない。そういう時は相手のこっちの腕持って、引っ張りながら向き直っていく。これを引っ張りながらこっち向く、引っ張りながらこっち向く。で相手を向き直ったら逃げる。これで怖くない。殴られない、下からの攻撃4戦。こうなったら殴られて終わり？そんなことないぜ。逆にその腕を掴んで折る、腕十字。前の動画の組み方でも折れるぜ。アームロック一本足を抜いたら路上の伝説も失神、三角締め。まあ最強なのは腕流してバックチョークだよな。ねえ、下のポジションから逆転勝ちする方法、まずはおなじみ腕を押し込んで三角締め。もしこれが決まらなければそのまま腕十字に切り替えるという技術もあります。これ試合でやった人いるかな。もし三角を組んだ時に腕を外側にディフェンスされたら、オモプラッタという技術で肩を決めることができます。珍しい。これは他には腕を引っ張ってバックポジションを取ってバックチョークを決めることもできます。最強。もし失敗しても腕を首に巻いてダッシュチョークを取ることができます。知らなかったでしょ。もちろん上を取り返す方法もあります。アームロックを狙って決めれるなら決めちゃいましょう。もし決めれなくても大丈夫。こういう時は片腕に持ち替えて奥の足で地面を蹴ることで上を取ることができます。肘でボッコボッコですよ。こんな方法もあります。まずはギロチンを狙いに行きます。これも決めれたら決めちゃいましょう。でももし決めれなくても大丈夫。脇を刺したらそのまま上を取り返すことができます。こんな感じで、うわボーボーボー、相手の動きを封じなければ脇を刺す。これがすごく重要です。脇を刺すっていうのは相手の脇の下から自分の腕を入れることです。これは何がいいかというと、相手のことをコントロールできる状態になるということですね。なので相手の動きを封じなければ両脇を刺してで背中で食らう。こうすることで相手の動きをかなり封じることができます。自分が相手をコントロールできるからですね。この体勢を作れば相手のことを寝かせることもできますし、もっと簡単に倒したければ相手の腰あたりでクラッチをして、このクラッチを引きながら上半身で押すと、サバ折りという技術ですね、結構簡単に倒れてしまいます。そしたらマウントポジションを取って何かしらができます。友達と一緒にやってみよう。めちゃくちゃ痛い筋肉固め。最初は相手の足を両足で挟む形。そこからまず外側の足のすねと相手のふくらはぎを合わせる。次に内側のふくらはぎと自分のすねを合わせる。最後に相手のつま先に自分のつま先を引っ掛けて両足を伸ばしていく。すると見てくれ、相手のふくらはぎの筋肉に自分のすねの骨がめり込んでめちゃくちゃ痛い。これが一番痛いかもしれない。バックポジションから相手の足を両足で挟む。そして反対側の足を手ですくいながら前に1回です。するとノー、これはマジで痛そうでしょ。これは試合でやりたくないね。プロ格闘家も知らないバックポジションの取り方、じゃあ誰が知ってるのかって、それがカンフー。その驚きの技術がこれ、膝裏同士を合わせてめくり返す。
ちなみに潜るようにして縦に引っ張るとこういう形になれるからな。まあカップルでの使用は法律で禁じられてるから気をかっけえ投げ技参戦。1つ目、相手の腕と首を固定して投げる。総合でよく見るかな。2つ目、肩に担いで投げる。これマジ好き。ニック・ロドリゲス選手は最後後ろに放り投げる。会場が一番盛り上がる。寝かされる前にすべきこと参戦。1つ目、相手の頭側の腕を首に滑らせて締め上げる。これがギロチンチョーク。もうこの後は逃げれないからね。2つ目、今度は逆の腕を首にセットする。次にもう片方で蓋をして、さらに頭で蓋をする。これが忍者チョーク。どっからでも決める結構最強の技。最後は必見、頭側の腕で脇をすくってその手をクラッチする。逆の足を押さえたら腕と足を使って思いっきりめくり返す。 This is 100% sweet。 マウントからの締め技参戦。まあ、もちろんマウントポジションから決める技はいっぱいあるわけです。例えば三角陣を入るとか、まあ、例えば腕陣に入る、例えばアームロックに入る、いろいろありますので何でもできますけど、これなかなかマウントから決めます。ということで今日は、まあ、ミジンコでもできるような簡単な締め技に特化を3つ紹介します。ではやっていきましょう。まず1つ目、相手の首を抱えるようにして腕を切ります。そしたら拳なり、まあ、手刀なり、まあ、何でもいいですよ。何でもいいんですけど、おお、これをここに入れる。こういう形ですね。ここに入れ込む。そしたらこの隙間で相手の首を締めていく。この隙間を小さくする感じで締めていく。抱える、組む、入れる。そしたらこのまま前にプレッシャーをかけるようにすると決まります。これはめちゃくちゃ苦しいです。2つ目、今度は相手の腕も使っていきますね。相手の腕をこっちへ捕まえて、そしたらこっちですね、抱えるようにして後ろから相手の腕を捕まえます。そしたら自分の手をここの隙間に入れる。でここら辺をつなぎして決める。簡単。じゃあ最後、これはね超簡単。もうなんかいろいろやのめんどくせえよっていう人に、もうやることはたった1つだけ。こうやって回っとったらもう足を持ってくるだけ。これだけで相手の頭を引っ張ると気持ちいい。この仕掛けからの3パターンがマジで強い。ハーフガードから木村クラッチを取る仕掛け。アプションはネットアームワーク。これは簡単だけどバレやすい。次に取った腕を両足で挟むように回転する。アプション2はハーバー。これは相手もびっくり。最後は腕をコントロールしながら完全に抜け切っちゃう。そのまま相手を捕まえるように後転する。アプション3はバックテイク。3秒で病院送り。まあこんな体勢でも大丈夫。まず相手の足を裏側から挟む。次に逆の足を蹴ってバランスを崩させる。そして足を挟み直しながら相手のかかとを抱える。そのままひねり上げると、見てくれよ、絞った雑巾みたいになってるだろ。これで相手の膝の靭帯をブチブチ切れて歩けなくなって最強のチョーク発見される。サイドからスタート。まずは逆サイドへ移動する。この時に手をクラッチするのがポイント。移動したら頭で相手の顔を起こさせる。そのまま相手と一直線になるように移動していく。あとは前腕を引っ張っていけば、もうこれはやばいでしょ。三角締めは最強。なぜなら、そもそも三角締めとは相手の片腕と頭を足で捕まえることによって成立する。自分の太ももと相手の腕で圧迫することにより首が締まる。足で三角形を作るから三角締めって名前なんだな。このクローズドガードから仕掛ける形が多いけど、割られてハーフガードになっても大丈夫。相手の片腕を押さえて足を抜くことで形を作ることができる。んでもパスされて押さえ込まれたら無理じゃんって。それも大丈夫。まず腕を捕まえて頭を持ち込んだら完成。もちろん自分が押さえ込んだ状態からだってできる。さらにはマウントからも作ることができる。もうどっからでもできるよね。そして最後にまさかなんだけど、バックからも作ることができる。三角締めを決めないとお困りの、そこのあなた。三角締めをうまく決めるにはたった一つのポイントが存在します。早速結論。三角締めを決めるためのたった一つのポイント、それは目線と膝の向き、それを全て揃えるということです。まず基本的な三角締めの形はこういった形になります。さあこの状態を見てみてください。僕の目線はこっちを向き、そして膝の方向はこっちとこっちを向く。全然バラバラでダメですね。ではどうすればいいのか。まず体をこっち側に切って足を組みます。そしてこの足をこちらに向けます。こういう形になります。こうすることでどうでしょう。目線と膝の向き、全てが同じ方向になります。ではなぜこの形がいいのか。基本的に締め技は何でもそうですけど、締める部分が一番小さくなるようにすることが元になります。この三角形の大きさと体をひねって足を内転させた時、この大きさ断然こっちの方が小さいですよね。これが三角締めを決めるためのたった一つのポイントです。格闘 IQ が上がるテクニック。三角締めを決めたいのに足を掴まれてしまうことよくありますよね。そんな時こうやって無理やり押し込んだりしていませんか。これでは自分の手が邪魔をして素早く三角を組むことができません。ここがライバルと差がつくポイント。格闘 IQ の高い人は足の下から腕を通す。するとダイレクトに三角を組むことができる。
グリップも切りやすいし、相手の腕をコントロールしたまま組むことができるからやってみて。三角締めはこう逃げろ。やることは一つ、三角を組まれたら両足を相手の胴体の上で組む。そのまま胸を張るように頭を上げていくと簡単に抜けられる。そのまま相手の両足を束ねてかかとをひねると、なんとヒールフックで大逆転。ブチュ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 。まあいろんな逃げ方があるから、みんなの好きなコメント欄で教えて。腕十字の逃げ方完全版。腕を伸ばされると決まってしまうので、最もシンプルな方法は手をクラッチすること。こういう組み方でもいいと思います。ただこのグリップはとても切られやすいので、この形を早い段階で作ることがおすすめ。自分の腕に引っ掛けて、それを相手の膝裏で固定する。これが組めてしまえば、まず伸ばされることはありません。これが作れたら、相手のことを潰して肘を抜くことで逃げることができます。もしくは頭を抜いてサイドポジションを取ることで決められる危険性がなくなります。最後にここからでも入れる保険を紹介。それではやっていきましょう。親指が下を向くように腕をひねり、体をこのように回転させると、サイドポジションを取って逃げることができます。うまくいけばそのままやり返せるかもしれません。もしくはこっち側にひねっても逃げれる可能性があります。あの那須川天心をも窮地に追い込んだ技、腕十字は相手の肘を曲がらない方向にプレッシャーをかけることで壊す技。親指が上を向く角度の時に逆関節のプレッシャーを受けて決まってしまいます。なので親指を下に向けることで、おお、逃げることができます。これでも腕十字は怖くないでしょう。那須川天心が決めた最強のチョーク、知りたいでしょう。解説していきます。と、先ほどの技は忍者チョークって言います。で、忍者チョークを解説する前に、ギロチンと何が違うんですかっていう質問がよく来るのでお答えします。ギロチンは相手の頭をこっち側に置きます。で、締める。忍者はこっちに頭がある、こっちに頭がある状態で上から蓋をして決める技、これが違いがありますね。では忍者チョーク解説していきます。まず相手の首の下から手を入れ、ちょうどこの部分で相手の首を締めるようなイメージ。ここをしっかり挟むのを取る。そしたら自分の上腕二頭筋を捕まえて上から蓋をします。そしたら自分の頭をつけて、そして締めていきます。イエーイ。で、何が最強かっていうと、マウントを取られてる状態からでも締めれるってことなんですね。もう完全にマウント取られて逃げないとやばい、殴られる、なんか首絞められる、いろいろやられちゃう。こんな状況でも相手の首を下から捉えて、で蓋をして、これですよ、締めちゃうんです。最強でしょ。ちなみにこれは立ってる相手にも使えます。相手の首を引っ張って、で同じく下から首を締めて蓋をします。そしたら立った状態でもね、実は最強な締め技。ん？何が最強なのかって、これだよ。マウントを取られてでも決めれるってとこ、やばいでしょ。では解説に入ろう。ということで、もうマウントは取られても怖くない。まずは相手の首を抱える。次に自分の上腕二頭筋を捕まえる。そのまま腕を相手の首に潜り込ませていくと、クルチ。下から見るとこんな感じ。この三角形の部分で首が締まる仕組み。相手の首に対して上の上を下に、下の腕を上にひねるようにすると決めやすいかもしれません。もちろんこの技、クローズドガードからも決めることができるし、自分が有利な上からのポジションでも決めることができます。レベル超えての一本勝ちを全て解説。はい、まじま、これは最もオーソドックスな三角。まず起き上がられないように相手の頭を抱えて、相手の片腕を押し込んで組む形。はい、朝倉美空。この三角は先ほどとは少し違い、頭を抱えた状態でまず肘で相手の上を押しています。ここから相手の上を捕まえて足を引き抜く形で組んでいます。はい、牛久潤太郎。この三角の入りめっちゃかっこいいです。まずこのスクランブルのような状態から、こっちの足をここに通します。ここに通して、ここから回転するようにして三角の形に入ります。めっちゃかっこいい。フレベル超えての一本勝ちを全て解説。まずは対カイルアーク。まずは相手をこのような形でコントしていました。ここから一気に腕を差し込んで上から倒します。そして相手はこっち側に逃げると逃げれるので、これを防ぐために足で止めていきます。はい、鈴木千尋。この技は S 字マウントのような形から相手の腕を取って、こっちに足を止めます。そしてこのまま腕を
決める腕十字、体叩きウルカ。このバックチョークはタイトな4の字ロックと頸動脈にしっかり入った形が特徴的です。はい、萩原翔平。このバックチョークも先ほどと同じ形ですが、完全に顎の上から決めに行く、パームトゥーパームという組み方で中田強引に引っ張って決めています。もしもバックポジションが取れたら簡単に首を絞めると思っていませんか？実際は顎引いてて全然首入んねえやおいってやつが多いんですよ。そんな時はトラップ、顎肩っていう時に腕で鼻を下からこうグッと持ち上げると顎が上がって入ります。何してんと思った人は自分でやってみて、これマジで痛い。これが鼻ピという技術ですね。それでも無理ならもうこう顔からもうこうしに行っちゃう、フェイスロックですね。もう、ってやれば、まあ、なんとか決まるかもって感じですね。まあ、その自信がない人は、ネッククランクですね。頸椎を折りに行く技。もう、このね、人形越しでもやばさが伝わるようなね、極悪非道な技ですね。腕で締めるのきついわっていう人は、足を持ってきて、これ、三角締めの形を組むことができます。これ、縦三角締めという形ですね。そして、ここからね、腕を引っ張るとね、三角十字っていうね、腕十字を決めることもできます。最後は、もう首を諦めて、十字。これね、対角線の腕で持ち替えて頭をくぐらせる、するとそのまま十字に入れちゃいます。知らなきゃ損、男なら誰しもが一度は憧れた動き。まずは何かしらでテイクダウンしてサイドポジションを取りに行きます。ここから腕を捕まえて相手のことを完全にコントロールした状態でのアームロック、いやかっこいい。まあ、仮にこれがうまくいかなくてもそのままの状態で首を絞めるプラン B も隠し持っちゃってるんだよね。ではまずテイクダウンから解決。多分これが一番簡単。まずは両脇を刺します。これが相手をコントロールできる有利なポジションになります。そのまま腰で手をクラッチして引っ張りながら相手の胸を押していきます。するとこれ意外と耐えられない。そしてここからです。まず相手の手首をつかむ、次に相手の腕の下から自分の手首をつかみます。そのまま相手をまたいで体を起こさせます。あとは顔を躊躇なく足で挟んで腕を折りに行きましょう。ここで一つポイントがあって、相手の肘が90度になるようにしておくのがベストです。ここから相手の肘を自分の胸につけてそのまま体ごとひねると最もタイトに決まります。もうね、人形でもこの体が浮いちゃう形ね。そしてそのまま横に倒れると足で首を絞めることができます。例えば腕をクラッチされて力で勝てない、こういう時に横に倒れて首を狙いに行くのです。まさにこの流れを必勝パターンとして試合でもバシバシ決めている選手がいます。皆さんも TikTok で見たことある方ですよ。誰かわかりますか？みんなが知らない足関節の世界、いきなりいきましょう。最強の足関ヒールフック。膝を固定したままかかとをひねることにより足をねじり膝の靭帯を切る技術。これを内側で仕掛けるのがインサイドのヒールフック。最初のアウトサイドに比べて逃げづらく耐えづらい。ブチ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 。ヒールフックをさらに強力にしたのが最近流行りのこのマイキーロック。こんな形、ワンのチャンピオンマイキー娘子選手が開発したとされている。次は最もオーソドックスな足感フットロック。アキレス腱固めとも言われシンプルだけど強力。フットロックから足首を抜いた形で仕掛けるのが青木ロック。ヒールフックと似たようなプレッシャーをかけることができる。ふくらはぎに腕を回し締め上げるのがカーフスライサー、いわゆる筋肉固めという技術。同じくカーフスライサーでこんな仕掛け方もあります。これは筋肉固めだけではなく耐え続けると膝が外れるという危険性を含みます。足首を決める技術としてはアンクルロック、アームロックと同じ形でバキ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 。こんな組み方もあります。コークスクリューアンクルロック、カウンターで取られやすい、マジで痛い。最後のは特殊な形、どこが決まってるか分かったらすごい。コメント欄で教えてね。この形やばいでしょ。自分より力強かったら無理でしょってよくコメント来るんですけど、これを知ればですね、自分より体のでかい人、力の強い人に勝つヒントになると思います。こいつを例に説明しましょう。こいつはね、僕にとって力の強いやつなんで、僕これ握ってもくっつけることできませんなんですけど、ここで技術ですね。これ僕今握ってる位置ここだったんですけど、ほんの数センチ下に下げるだけでこれ簡単につける、本当につけます。これ何かっていうと、テコの原理ってやつなんですね。これ僕の力がね、今強くなったわけでもないし、これが弱くなったわけでもない。力ってのは変わってないわけです。だけど、相手に与えられる力っていうのが変わってるわけです。ここで握るので、ここで握るので、僕がこいつに与える力の大きさっていうのが変わるわけです。僕の力は変わってない。ただ相手に与える力の大きさは変わる。ただですよ、こいつを見てください。これですよ、これ。これね、僕どんな下でも握っても、これつきません。無理です。なんで技術差では埋まらない体格差、力差っていうのも存在します。なので皆さん筋トレしましょう。左目が見えなくなったんですけど、
ジョリー選手が練習中に怪我をしてしまって選手生命の危機っていう動画を見まして、実は僕も元々キックボクシングをやってたんですよ。目の怪我で選手生命を絶ってるんですね。元々僕は実際寝技大嫌いでキックボクシングでプロになるってことを目指してそれで始めたんですけど、僕元々遺伝的に目がすごい悪くて、コンタクトの度数マイナス12とかで、眼球が縦長なんですよ。なんで網膜が剥がれやすいっていう目らしくて、これ練習中に網膜剥離っていう怪我をしまして、で左目が見えなくなったんですね。でそれで僕も手術して目が見えるようになったんですけど、それこそジョリー選手の同じ感じで、もう一発また目に強い衝撃が来たら網膜が剥がれますよ、目見えなくなりますよってこと言われて、やっぱ選手として続けるのは無理だなっていうことで、僕はそこでキックボクシングの選手生命は終わりました。でただジョリー選手も言ってたように、格闘技の舞台で輝きたい、諦めきれないっていう気持ちは僕もありまして、それで僕はこの柔術だったりグラップリングっていう打撃のない寝技だけの世界に来ました。まあ今でもキックボクシングやりたい、キックボクサーかっこいいなっていうのはずっと思ってるんで、その夢が叶えられないっていうのは、まあ、悲しいんですけど、でもそのなんていうか軸にある格闘技っていうジャンルで輝きたい、成功したい、強くなりたいっていう部分は変わらず追い求められてるので、僕はいい人生かなと思ってます。では